本日のメインイベント全日本フェザー級タイトルマッチ5ラウンドを行います。赤コーナーチャンピオン前田健作。ジョン・パデットスック戦での壮絶な KO 負けの後、本場タイで強豪ペットンガンと激突、大逆転 KO 勝利を収めた立島。もはや敗戦のショックもなく、自分の戦績に傷をつけた前田は許さないと激しい闘志を燃やし、この一戦に挑んだ。前回の借りを返し、タイトルを奪い返すことができるのだろうか。Hey!
ジャッカートで